ばんは、みーちゃんです。今日も一日お疲れ様です。乾杯。美味しい。今日は久々、セブンイレブンシリーズをやっていこうと思います。イエーイ。この頃みーちゃんが、またちょっとセブンにね、結構行くんですけど、ちょっと気になった、まあ食べたことない、もしくは食べてめっちゃ美味しかった商品をね、紹介して、行きたいと思います。まあ、これでね、ぜひね、買っていただいたら嬉しいなと思いますので、まず、もうみーちゃんこの定番、ちょっとね、こぼれるので、赤魚の煮付け。まず赤魚の煮付け食べていこう。これさ、もう夜のおつまみとかに、もう絶対買ってしまうぐらい美味しいの。大好き。本当に美味しいんで、食べたことない人はぜひ食べてほしい。夜のおつまみもいいしね、夜ご飯のね、一品にもいいので、うん、これはね、マジでチビも好き。うまい。で、この甘辛いタレがね、なんとも言えない、美味しい。うん、ビールも進む。で、めっちゃこれ気になってたんよね。バターチキンカレー。おぉ、いい感じ。匂いがね、やっぱスパイス？スパイスの感じの匂いが。いただきまーす。お肉。うん。ちょっとスパイス効いてるので、ちょっとピリ辛？よくインド料理屋さんとかにさ、カレー食べたりするやん？うん、そんな感じのスパイスに近い。で、これを、今日は食パンに、ちょっとつけて食べたいなと思いながら、なんとかないので。うん！うまい！やっぱ、パンにつけて食べるのがうまい。まあ、美味しい。でさ、お肉も結構ゴロゴロ入ってるのよね。美味しい。ただ、ちっちゃい子は、普通のカレーの方が好きかな。大人向け？で、お次は、じゃーん。セブンイレブンの、小籠包。あ、中もほら。本格的な小籠包みたいな感じで。これでさ、汁が出るかどうかがちょっとわからんくて。いきまーす。どう？あれ？あ、でもやっぱりセブンイレブンの小籠包なんで、汁がほとんど出てきません。うん。まあ、本格的とまでは言わんけど、うん、ほぼ小籠包。なんか、皮がすごいもちもちしてる。で、味もしっかりついて、まあ、生姜。生姜が効いてます、やっぱ。美味しい、でも。でもやっぱ小籠包ってこうね、開けてジュワーってこう汁が出てくるのがね、いいんやけど。で、皮のパリパリガーリック。これさ、なんか誰かも言ってたけど、これチンしてないよね。チンしなくて、食べて美味しいみたいな感じで、おつまみにも最適らしいんですけど、癖になるって言ってて、これも気になって買ったことはないんで、この機会にちょっと買ってみました。あ、匂いはニンニクだ。ニンニクが強い。これ。いただきます。でもね、チンしても食べれる、もちろん。あ、すごい、ガーリックがすごい効いてる。思ったより、ニンニクのパンチがすごい。これね。
なんだっけ、おつまみにいいかな、これ。ご飯っていうよりおつまみかな。うん。皆さんの家の近くって、コンビニって何が一番多いのかな。みーちゃんはもうセブンイレブンが家の近くに3つあるのかな。で、まぁ、ちょっと行ったらローソンがあるんですけど、ファミマがね、ちょっとね、近くにはなくて、ちょっと行かないとないんですけど、だけやっぱ一番ね、セブンイレブンが一番行きやすくて一番行くし、うん、一番買ってるかもしれない。でもその中でもね、買ったことない、食べたことないシリーズをね、こうやって紹介できるのはもうみーちゃんの挑戦でもあるかなって思います。うん、美味しい。ってことでね、今日はね、4種類紹介しましたけど、またね、気になるものがあれば、こうやって食べながらね、紹介して、皆さんがお買い求めいただきやすいように、できたらなと思います。はい。じゃあ、食べます、今から。ちょっとお腹、ちょっといっぱいになってきたけど。最後まで見てくれてありがとう。じゃあ、またね。バイバーイ。